俺はどうなってたの、こっち上で、この辺だよね。この辺でやばいやばいやばい、女性の高い声でうーって言ってるよね。井戸みたいのあるよ、なんか上がってた白い光が。やべえよ、ここも終わりにしようぜ。最後に回るところの名前を発表しましょう。はい、はい、ホワイトハウス。ホワイトハウスはですね、一家残殺が起きた家と、やばいやつだ言われておりまして、まあ廃墟ですね。2階があるみたいなんだけど、まあ、その2階でランドセルを背負った少女がよく目撃されると。へえ。どっかしらにピアノとかもあるみたいで、うわーやば、それが夜な夜な鳴るとか、うん、鳴らないとか、そういったね、いわくつきの心霊スポットとなっております。はい、はい、一応ホワイトハウスっていうのが日本に有名なとこが3つあるみたいで、あ、3つも、あと千葉県と新潟にあるみたいな。予想レートが SS でございます。ピアノとかあるのはちょっとね、見たことないんで、鳴り出した時にもパニックよ、ね、うん、最終箇所でございますので気合い入れてやっていきましょう。はい、行きましょう。見えました。見えたな、完全に見えました。完全に見えた。でかくね。いや結構でかい。もうね、ここ入り口なの。うわ、うわ、これそうだ、うん、もうめっちゃ荒れてんね、結構。バラげても意味ないんだよ。そうだね。え、切れた切れた切れた、うわ、また切れた、また、え、あ、来た、おかしいの来た、待って、またまた来たよ、これ飛んでるわ、飛んでるわ。本当に新スポ行ってる時にしか起きないよね、これ。マジで、マジで起きない。見て分かるか、全然。うわ、ちょい言っとくと、なんか今さっき聞こえたんだけど、だよね、これはどうなってたの、こっち上で、俺もこの辺だよね。片っ端から行きますか。行きますか。ちょっと待って、これカメラがおかしいのかね。なんでなんかここなんか今あのスタンバイ中になって、また録画中になって、何もこのまま、え、マジで切ってみよう。怖いかな。ちょっと待って、どこ撮れてる、ちゃんと撮れてる。 今録画終わった音してたから、俺はのところから撮れてる。その前のない。え、途中からやばい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 。え、このあたり今まで。やばくね、普通に。ガチやばい。だって、赤切れてなかったよ。うん。こっちから見た、あの赤いやつ。うん。あれは録画マークなんですけど。うん、そうだよね。うん。あそこちょっと、たつき行ける？ちょっとあそこ見てきてほしい。あの、出るとこはね。ただの裏口っぽいね。ちょっと裏口回ってみてね。いや、本当に外だ。なんもない。うん、やばいやばいやばい、めっちゃカサカサあった、めっちゃカサカサあった、目の前で。ガチ？ガチ？めっちゃやばい今の。俺まだ鳴ってるかもしれない。動物だとちょっと信じたいっていう部分もある。そんなね、開けてるところで ね、普通ありえないよ、これ。だって絶対その子が遊んだんじゃないの、これって。おもちゃの包装紙みたいな、ね、そう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 、痕跡がやっぱちゃんとある、あるある、ちゃんとある。テレビがあるの、本当だ。え、見るか、ピアノだ。もう鳴るとかのレベルじゃない、鳴るレベルじゃなくて、鳴ったとか言ったら普通に壊れてる。鳴るわけない、これは、うん、写真撮りますか。はい、夜ねえじゃん、これ、これ屋根、本当だ。いや、屋根の端っことかね、これ。あー、屋根がなんでここにあるの。これが最後の部屋かな。でも何もないじゃない。この中何も入ってないし。ここにヤバそうな部屋があるんですよ。そう、ある。絶対ヤバいよね。これやばい。これ完全トイレ。トイレだね。トイレ。トイレか。でね、上がね、穴開いてんね。完全に上があるんよ。本当だ。ああ、本当だ。すげえ。
えぐめっちゃ穴開いてんじゃん。めっちゃ穴開いてる。ボロッボロ。トイレの感じやばい。超年季入ってるトイレっていうか、うわ錆びてる。あ、これやばいな。これやばいな。うわ、めっちゃ古い感じです。ねえ、さすがに聞こえたでしょ。さすがに。ピアノかな。ピアノ？マジで？ガチ？ピアノか、普通に高い声。ちょっと待って、おこの部屋行きたくない。ちょっと誰が行って。うわ、ここやばいな。もう絶対ここ雰囲気すがな。ぼやける。ぼやける。あ、オッケー、なっとった。ここやばい。それ入れねえわ、ここ。これもしんどいって。あ、もうしんどい。普通にめっちゃくちゃ声聞こえたわ、今。そう。ああ。そんな。女性の高い声で、って。言ってるよね、こっち。すぐそれ。全く一緒持ってない。俺、ここ入った瞬間聞こえたんだよね。俺無理だ、ここ入れねえ。俺聞こえなかったもん。リボン火で入って、なんか3回転ぐらいしてみれば。多分聞こえるぜ、そこ。ね。あ、何？あーって聞こえた今。ほらほら、もうやばいって。やばい、ここ。そこやばいでしょ。ガチ？全員聞こえてないんだよ。そう、確かに。確かに聞こえてる。ガッツリ聞こえた。ガッツリ。いや、もう一回。待って、行っちゃうかもしれない、俺。ということで、先ほどタツキが物音を聞いたところですね。はい。音を取らないと2回行けないっぽいんで。はい。まあ行くんですけど、マジで気をつけた方がいいと思います。うん。結構異常な事態です。そうだね。トイレの裏出しでしか。そうだね。うん。そうだね。音が多発してるところで。井戸みたいなのあるよ。え？井戸みたいなのある。どう？何ある？本当井戸ある。え？あ、マジであるわ。そこで音だったの。しかもその目線らへんの笹が全部バーって動いた。やめて。あったあった階段。あ、でも足場が途中ない。真ん中。そう、ここはざっくりない。月が今上がってくれてますね。3階もあるわ。3階があるっていう情報。え？ちょっとね、多分来れるよ。どう？なんもない。カーテンみたいな、なんか何干してんだろう。うん。なんかあるね、確かに。普通に生活感あるよ、ここ。うん。でも2階は比較的なものですね。ここに風呂がある感じ。写真撮っときますか。なんか上がってった今。え？なんか上がってた白い光が。あの窓から。あの階段見える？奥？うん。右の方。屋上にもなんかあるのかな。ね、階段まだあるけど。あ、聞こえたないわ。ね、なんか聞こえたね。マジで。ガチでしょ。あ、そう。女の子供みたいな声。なんかするんだよね、ちょくちょく。あ、するわ。行ってみ。まあでも、なんだろう、壁というか、瓦礫が広がってる感じだな。最後に、苦情だけ、ヤンキー負けた人を。うわー。出た。見てみますか。そう、もう、僕2回目。違い。じゃあ、僕に入れますか。決めた方がいい。はい。負けでお願いします。はい。負けで。ジャンキー、ぽい。ジャンキー、ぽい。ジャンキー、ぽい。よし、ちゃんと最後に、最後に回収しました。よし。うわー、これすげえな。絶対誰も通ってないであろう形だな。そうだね。おいしい気をつけてね。普通に真っ平だね。なんもない。こんな感じです。ほんとなんもない。今下がここみんながいて真っさらですね。はい、戻ってきましたよ。お疲れ。聞こえてたまんまってことです。あ、うん、そうだね。そうだね。いや、どこから聞こえた。どういう声。うーってやつ。ああ、だよ。どっから聞こえてる。後ろだよね。俺と一緒全く。うん、なんで一致してんだよ、二人が言ってる。聞こえた。いないんでしょ。なんも、ほんとなんもないです、そこ。やべえよ、ここ。終わりにしようぜ。
まず降りるか、降りるか、とりあえず降りるか、ちょっと結構やばいです、うん、無事1階まで降りてきました。はい、恭平がね、今までにないぐらい怯えてて、ちょっともう、もう嫌だっていうレベルらしいんですけど、ちょっと無理だ、顔やばいもん、トイレってから本当に好きだ、マジで一応ここがめっちゃ現象起きてんだけど、うん、これ1枚も取ってないんで、うん、ここで大吉に行って、あ、OK、 見てみようと思います。わかりました、 OK です。そもそもここでめっちゃ聞こえてるじゃん。で、今見たらちゃんとやっぱりピアノの部屋なんで、うん、嫌だ、嫌なね、共通点っていうか、これ鏡やん、え、嘘だ、鏡取り、鏡、うわー、今すっげーよ、え、鏡すんごい通ったよ、ここ、ん、やばくないっすよ。じゃあ、恭平も行く、行く、分かった、行く、行けそう、行けそうな、行くよ、恭平も行く、行く、分かった、行く、マジ無理、そう、無理、もうで、俺も無理だ、ここ本当無理、そんな無理だった、何があった、ベース車で話す、うん、そう、で、早く、あ、ここはもうまずい、ミキミキって言ってるな、やばそうなんで、戻りますか、じゃあ戻ろうか、え、何の、今回初めてね、このちょっとやばいすぎてっていうの、急遽戻っていきました、まあ、正直逃げてきたって感じだよね、いろいろ各々のね感想だとか、まあ、まとめみたいなのあると思うんですけど、一言で表させてもらうと、何かいるなって、それに尽きるかなっていうふうに、まあ俺は思ったかな、現象のおさらいをしていきましょう、はい、はい、俺は恭平を2階のお風呂場で撮ってる時に、写真の画面だよね、階段を登っていくような光がスッと、あ、人型の大きさとかじゃなくて、普通に光がこう、うん、一瞬見えて、あの声だね、声がちょっとがっつりすぎてきつかったなっていうのはありました、うん、俺は裏口に入るところかな、多分もういたのよ、なんかが、うん、ってぐらいガサ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 してビビって逃げちゃったんだけど、それパスがでかすぎる、いや、もうマジ怖かった、本当にあんな逃げ方してる、いや、もうマジでビビった俺とかはね、全然声聞こえなくて、2階に行った瞬間に声聞こえ始めたって感じだった、2階めっちゃタボ聞こえてたもんね、うん、俺1個不気味だったのが、上さ、天井抜けてたじゃん、視線感じて、あそこから、うん、わかる、わかるでしょ、わかる、だからそこがめちゃくちゃ怖かったのと、あと最後鏡だよね、俺が鏡でこうカメラ撮ってる時、後ろヒュッてなんか撮ったから、なんかしてたな、だってあそこ行った全員が現象来てない、そうですね、月以外全員行ってない、多分あそこ、あー、そっかそっか、全員声聞いてて、あれタボも行ってないんか、俺行ったけど俺は大丈夫だった、あ、家族が使ってたようなものがやっぱりちゃんと残ってるなって印象で、当時住んでた子供が遊んでるようなおもちゃの包装紙みたいなのがあったりとか、そういうのがあるからこそより居続けるのかなっていう、自爆霊として、じゃあ最後、皆さん気になってると思いますけれども、まああのトイレで恭平に何が起きたのか、トイレで女性の声だよねしたんだけど、俺今まで一番大きい声聞こえて、で2回目トイレをね撮影してて、全く同じ声が今度は奥からどんどん自分に迫ってきて、あーってどんどん自分の耳に迫ってる感じがして、これ以上いたら俺精神的に壊れるんだと思って、もう無理と思ってギブアップしました。最初俺もトイレらへん行った時同じ声を聞いてたから、まんまって感じ、恭平の再現の、そんな感じのホワイトハウスでしたけれども、はい、1人1個以上は霊障をね体験していますので、今回さすがに霊とはこちら SSS ですかね、うん、いやー1個繰り上げですよ、これは SSS ってもう身の危険を感じるレベルじゃん、そうだな、それに当てはまっちゃってるから、これにてね第5弾出張ホラーナイトウィーク
終わりとなります。はい、全部見てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。2021年の方はもう全国飛び回る予定なので、僕らの全く知らない地域の心霊スポットもちゃんと出張ホラーナイトで行ければなと思っております。はい、お楽しみにしていてください。はい、ここまでもうゾッとしてもらったんで、次の動画は楽しいスペシャル回用意してますので、楽しんでいいお年にしてください。はい、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。次のスペシャル回でお会いしましょう。バイビーバイビー、バイビー。何の音だ、なんだ、何も反応してない、ただライト向けてただけです。え、聞こえてるの、なんかシリがなんか反応してる音してる。俺じゃないね。いや、俺でもないよ、俺でもないよ、俺でもないの。でも、ここら辺からしたけど、ね、うん、俺もターボかと思った。怖いって、もう怖い、もうええって、マロン。いいよ、見ますか、一応一応見ますか。聖地巡礼でもうすでに何箇所か行ってさ、待って待って、しかもこっち向いてない。そう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 、従業員とかって入る人なんかな、やっぱこっちが、あの、こっち、なんで消えた、あれ、ね、おい、びっくりした、うわ、めっちゃ話し声、めっちゃ話し声する、めっちゃ話し声、うーん、うわっ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 、完全にやったわ、やばいやばいやばい。2020年を締めくくる最後の企画、お年玉争奪リアル人生ゲーム。賞金200万円が用意されています。やったー。賞金をめぐる大人たちの戦い、プライドを捨てて大暴れ。そして最下位の罰ゲームはビリの方、年越しを鳥取砂丘で行っていただきます。鳥取砂丘、勝ったら天国、負けたら地獄。これ嘘だろ。アジェロ、あれ、なに、2020年を締めくくる究極のバトル。このゲーム何なんだよ。次回、乞うご期待。